はい、今ですね島根県の松江市にいます。で松江のお城ですね、今見てるところなんですけど、これはね、明治時代入って明治維新後ね、取り壊されることなく、そして第二次世界大戦アメリカからの爆撃を受けることなく残ってるもの、まあ、これが建てられたのは400年前江戸時代が始まってすぐですね、1616年かな。当時まあ堀吉っていう大名がいたんですけどね、そこから他の京極氏で、最後その松平氏っていうのがね、あの譜代大名10代続いてずっとここを治めてたんですけどね、まあすごく立派な城です。400年前に建てられた城、黒塗りです。で中入ってみるとね、まあそのまま当時のまま残ってるんですけどね、やっぱりその趣を感じることができました。なかなか素晴らしいです。ちょっと見てみます。すごいです。5階建ての、ね、お城なんですけどね、あそこの一番上から見るその松江の景色が素晴らしいです、まあ、かなりねこれいろんな城行ったんですけど、このお城は素晴らしいですね。で戦前までは戦前までは国宝だったんですけど、戦後、変わってこれが国宝じゃなくなっちゃったんですけどね、でまあ新たにまた国宝に復活するという運動が起こられてるみたいですけど、いやでも素晴らしいお城ね、これは国宝にするべきだと俺は思いますね。素晴らしいですよこれは、うん、この周りもなかなかいい感じの庭園です。立派ですね。